こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は、物販で効率よく稼ぐなら、輸出が一番。しかも、オーストラリアがいいということをね、メルマガ読者さんの質問の中に答えながらお話したいと思います。まず、日本より仕入れコストが安く済む国は見つからないと。商品は安い。商品の質を考えると世界一安いです。確かに、中国なら、 10分の1の金額で購入できると。ね、しかし商品の質が低い。まあ、結果高く売るのは無理ということになります。まあ、日本ほど仕入れに恵まれた国はない。まあ、インターネットで仕入れ商品を探す場合、安価で高性能なパソココンが手に入る。高速で安定したインターネット回線が安く提供されていると。ね、さらに都市部に出ると百貨店、専門店、激安店、問屋、あらゆる店が揃っている。そして、 注文した商品がきちんと検品されて、記述通りに届くと。そういった意味では、まあ、日本から輸出ということでね、オーストラリアへの輸出に興味を持ったあなたは、良い性質をしています。テンバーアカデミーのサポートの実績です。これね、開始早々の販売場所は入れ食いで売れることが多いと。アメリカもまあ日本人が参入しだした頃、ね、2012年ぐらいは、 取り組んだ会員さんで、開始2ヶ月で月額100万円の利益を達成した人もいます。で、まあ、どんなサポートをしてるかね、まあ、今の状況に合わせて、まあ、説明するのにちょうどいい質問が来たんでね、まあ、その回答を見ながら説明したいと思います。まず、オーストラリアアマゾンは自己発送でも儲けることが可能かという質問があったんですけど、これは可能です。ね、自己発送でも儲けることも可能です。 しかし FBA を使った方が儲かる商品を見つけることが簡単です。アマゾンというのは FBA があって初めて最強のネットショップになります。質問2番。ヨーロッパアマゾンは個人でも利用可能かと。えー、これは個人でも利用可能です。しかしヨーロッパよりオーストラリアで販売した方が簡単に儲かります。質問3。〇〇という商材で儲けることは可能かと。 これ、えー、試しに売ってみればすぐに答えは出ます。まあ、売れなきゃしょうがないと。ねえー、で私のサポートは、売りたい商品を販売して儲けることはメインに考えていません。儲けやすい市場で儲かる商品を見つけることを重点的に考えています。これはね、今だとオーストラリアでオーストラリアアマゾンの FBA を使って儲かる商品を見つけると。売れない商品、まあ、これをなんとか売ろうとかね。 安くなきゃ売れない商品を無理やり高く売るノウハウは提供してません。これは非常に大変です。ね、でその大変なことをやるね、えー、気力というか、ガッツというか、資金というか、時間というか、それほとんどの人が持ち合わせていないんで、まあえー、その資金とか、時間とか、気力、あるいはモチベーションが持つ範囲で儲かる商品を見つけて、儲けていただくというのをサポートの、ねえー、内容にしています。そして、転、ま、売、あ、アカデミーサポーター超親切と。 ね、アマゾン室出に必要なパスポートの取得、作業時間を確保するための早起きの方法、質問するための画面キャプチャーの取り方、ね、これら実際に教えてます。どんな基本的なことでも手取り足取り、親切に教えます。なぜなら、初心者がボタンのかけ違いでミスをすると、正しい方法が分からず、迷宮に迷い込むことがあるからと。テンバーアカデミーでは、誰でもサポートしているわけではありません。どんなアドバイスも実践してもらわなくては無意味。 素直に実践できる人だけ、人にだけサポートしています。そんなわけでね、Amazon 質サポート面白そうだなと思ったら、まずは無料メールセミナーに登録してください。こちらね、メールアドレスとお名前を気にして、登録するボタンを押して、無料メールセミナーに登録してください。ご登録お待ちしてます。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。